ちゃんと話をしたのは木枯らし吹き荒れる2月半ばの寒い夜、小さな母ちゃんが日々言われた手で背中丸め寒い中、俺に酒買うてきてくれた。そんな優しい母ちゃんが風邪をひくなと寝る前に安価を入れてくれた。Tonight.